皆さんこんばんは。今からご質問のあった「ふ」の発音もしくは表記について私の考えをお話ししたいと思います。ローマ字を習った方は「は・ひ・ふ」の「ふ」だけは FU と F を使って書くと習ったと思います。でも私はここにこの星マークをつけませんでした。それには理由があるんです。ではご説明しますね。まずこの母音ですが AIUEO と書いても A とか A とか U とか A O とか A と読むのではなくて AIUEO って読んでくださいというのがローマ字表記の時の前提になると私は考えるんですけど、皆さんいかがでしょうか。その場合ここの子音ですね、クとアが一緒になるからカですよね。では H はどんな音でしょうか。これはハと空気を漏らした音だと思います。そうするとハとアが一緒になるのでハ、ハとイが一緒になるのでヒ、ハとウが一緒になるのでフが生まれませんか。これは口を細めてフと空気を漏らしてウという音につなげるとフが出来上がると私は考えたので、ここには星マークをつけませんでした。ではなぜローマ字の時に FHU でフと表さないと決められたのかというと、それはおそらく英語読みを意識したからだと思います。英語読みというのは HU が並んだ瞬間にフという音は出ません。ではどんな音が出るかというとヒューという音になってしまいますね。ここが U という音になってしまうんです。例えばヒュージと言って HUGE などはヒュージと読みますね。なので富士山を表すために富士とこれで書いてしまうと HUGI でヒュージという音になってしまうんです。まあ、マウント富士はヒュージですけどね、それは関係ないと思いますが、なので H は F になっているだけで、そこだけとっても英語を読む方のことを意識されてこれが作られているということになります。しかしそれを考えるとですね、例えば TAKE はローマ字読みはタケですよね。まあ、タケでもいいんですけど、タケ。でもあれは TAKE は英語だと TAKE と読みませんか。そういうことまで考えるとやっぱり英語読みを意識してる、まあ、その考え方のままローマ字で日本語の音を表記するというのはとっても無理があると思います。なので私は皆さんに早めにこのひらがなを読めるようになっていただきたいです。もちろん書くこともねできるようになっていただきたいんですけど、今の時代はどうでしょう。皆さん母国語に関してもそうですけども、書くよりもタイプすることが多いと思うんですね。なので、まあ、書くことはとってもしていただきたいという気持ちはありますが、まあ、皆さんお忙しく時間がないと思うのでタイピングでも構わないので、まず読めるようになってください。それはとっても重要なことです。そしてカタカナもできれば頑張ってください。もちろん漢字というとっても難しいものもね、日本語をこれからさらに勉強していく方には待っていることになりますが、最初のどうしても大事な部分としてこのひらがな、ぜひ頑張ってください。